皆さんこんばんは。パッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で87回目になります。いつもありがとうございます。今回は前回ご紹介した京都御所のもう近くお隣にあります五王神社をご紹介させていただきます。それでは今回もよろしくお願いします。笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で87回目になります。今回は京都御所、京都でございますが、京都御所の近くにございます五王神社をご紹介させていただきます。あの猪神社とも言われて、足腰の守護神が祀ってあるという場所でございます。もう私もちょっと足腰がだんだん弱くなってきてますので、そういうのも合わせましてお祈り参拝させていただきました。それでは今回もよろしくお願いいたします。どうぞ。ということで、京都御所の近くにあります五王神社ご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。もう猪神社
足腰の守護神とも言われる神社で、すごく立派で、いろいろと見どころも多くて、楽しい神社でございました。ちゃんと足腰について参拝させて、お祈りさせていただきました。もうずっと強いようにと。はい、お湯は足から来るという、いろいろね、先輩方からの言葉もありますので、ちゃんと足腰鍛えて、ちゃんと生きていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。